ジョン・マキム、ジョン・マキムは、米国聖公会の司教、宣教師。初代日本聖公会北東京地方部の司教、日本における聖公会伝道に尽力した。ジョン・マキムとも転写される、マサチューセッツ州出身。1880年に来日、大阪市川口居留地にある、テラシアン女学校のチャプレンとなる。大阪、大和地方一帯に伝道活動を行った。 堺清清手もて教会、奈良キリスト教会等の伝道の開始も、ジョン・マキムによる。1893年、日本聖公会の初代主教、ジャニング・ウィリアムズの公認として主教に就任。東京、京都、関東をはじめとした広範な地域における、諸教会の創立、学校、病院等の創立、発展に尽力した。作曲家の滝連太郎に献身礼を授けた。 学校教育の面では、当時の日本における、大化の流行の終焉や、米国成功会、英国成功会からの資金援助の不足という、困難な情勢下にあって、立教学校の維持、発展に努めた。特に八百九十九年に出された、認可校におけるキリスト教教育、及び儀式を禁じるという文部省訓令第12号に、対しては、当時の立教学校総理、 アーサーロイドと共に対策を練り、学校における宗教教育の可否をめぐって、文部大臣をはじめとする当局との困難な交渉に当たり、一定程度の当局からの許可という成果を上げ、宗教教育を逆に従前よりも拡充する成功を見た。米国成功会に対して、これらの成果を報告するとともに、資金援助も取り付けている。日本に成功を伝道した。 ロシア人主教、ニコライ・カサート・キン、及び、ニコライの後継者となった、フシ教セルギーチ・チホ・ミイロフと、信仰があった。当時、ニコライ及び彼の指導下にあった、日本の聖教会は、聖教会と比較的良好な関係にあった。関東大震災で崩落したニコライ堂の再建後、1929年の、セルギー・フシ教王、ス司サ島の大聖堂正式には、マキムも、 再服着用の上で参加している。1935年に離日し、翌年4月4日、西洋先のハワイで逝去。ありがとうございます。